はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマはこちらという形になるんですが、成績が上がったのは生徒と保護者の力というふうな形で、ちょっとテーマでお話していこうかなというふうな形になります。はい。で、これは、もう皆さん覚えておいてくださいという形になるんですが、成績が上がったら、自分たちがきちんと努力をしてきたからなんだよと。いうことを、まあ皆さん一番大事にしといてほしいなということです。いいですか？自分たちが一生懸命やってきたからなんだよ、という形になると。で、なんでこれもずっと言い続けてます。ずっと言い続けてます。成績が上がったら、君が頑張ったからですと。で、きちんとそれを要するに続けていかないといけません。継続していかないといけません。で、保護者が頑張ったからですと。まあいうふうな形でいつも伝えてるんですけど、なんでかっていう話なんですよ。なんでかっていう話になってくるんですけど、これはもう将来的な話になってくるんですよ。将来を見据えたときに、そういうことになる。ということです。で、勉強していくと、勉強ってなんかすぐやったらすぐ伸びますみたいなのを思ってる人いるんですけど、まあまあ、塾業界全体がなんかそういう広告打ちやすいんで、そうなんですよ。で、今回の中学1年生に関しては、例えば、何ですか？定期テストの方で、60点か70点ぐらいかな？ 60 点、70点ぐらい上がりましたとか、9教科全部でですね、9教科全部で60点、70点ぐらい上がりましたとか、まあ、中2からも要するに成績上がりましたとか、点数上がりましたとか、あるんですけど、別に私の力ではないんですよ。で、これもう散々言い続けてることはなんでかっていう話になるんですけど、人生っていうのは常に努力したらうまくいくわけではないんですよ。その、例えば、授業を、例えば私もやってますよね。塾の授業を要するに中身やってるわけなんですけど、一回の授業に臨む前に、要するに、どれくらい要するに、その頭の中でシミュレーションするかっていうと、まあ大体10回くらいでシミュレーションするわけなんですよ。で、10回くらいシミュレーションして、で、あれがあでああでこうでこうだから、このやり方良くねえよなとかいうのを全部計算するわけですよ。で、そのうち、まだ、要するに9個とか8個とかを、要するに捨てちゃうんですよ。その、頭の中に思い浮かべた、授業構成っていうのが。つまり、その頭の中で失敗はもうずっとしてるわけなんですよ。で、つったらいいのかな、こう、まず、勉強っていうのは、まず、やろうっていうふうに、まあ、なったとしますわね、仮に。で、やろうとして、まあ、一生懸命努力しましたってなります。で、一生懸命努力しましたって言ったら、まず失敗するんですよ。どう頑張っても3ヶ月、その、今やったことが結果に出るのって少なく見積もって3ヶ月後なんですよ。3ヶ月後にやるというふうな形になるわけなんですね。はい。だから、今やったやつが努力しました、失敗しましたね。これがこう繰り返されるわけですよ。こう、ね。やりました、努力しました、失敗しました。やりました、努力しました、失敗しました。っていうふうな形になるわけなんですよ。で、失敗をしないで成功する方法を教えてくれっていうふうな話になるんですけど、そこがそもそも間違ってるんですよ。そのなんか、正しいやり方で正しくやれば成績が上がりますって思ってる人いっぱいいるんですけど、いや、そんなことはないんですよ。そんなことはないんですよ。その、100回じゃんけんで勝つにはどうしたらいいですかって言ったら300回じゃんけんすればいいんですよ。そうっす。100回じゃんけん勝つためにはどうすればいいですかって言ったら300回じゃんけんするしかないんです。ね、100回じゃんけんして100回とも勝てるようなじゃんけんの仕方を教えてくださいって言ったらそれは無理だって話。だから勉強も実は一緒で確率論の話になってくる。確率論の話になってくるから、やります、努力します、失敗します。で、もう一回戻ってやります、努力します、失敗します。これをぐる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 繰り返すんですよ。これをぐる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 繰り返すんです。で、忘れた頃にようやく成績が上がってくるんですよ。ようやく成績が上がってくる。まあ、早い子だったらもう1ヶ月とかでもそれは成績上がってくる人もいますけど、そんな簡単には上がらないわけです。で、よく成績伸びやすいですって言われても、せいぜい1年間で8です。1年間で偏差値8っていうところです。大体。20とか上げてくるやつもいるんですけど、中にはいるんですけど、基本的には8ぐらいしか要するに上がらないのが普通なんです。で、それはそうですよ。他もやってるんですから。他も勉強してきてるわけですから。他が全くゼロ勉ですって言うんですよ。それで先進国なわけないから、いうふうな形になってくるわけなんですね。で、まあ、やりますと。で、努力しますと。で、失敗しますと。で、もう一回戻りますよね。戻ってみて、よし、じゃあやってみよう、つってまたやりますよね。やります。で、努力する、失敗するっていうことになるんです。で、成功したら、ね。成功したら、成績が上がりました。成功しました。うまくいきました。っ
まあ、そこで覚えとかなあかんことは一個なんですよ。あんだけ努力して、あんだけ失敗して、ね、あんだけ辛い思いして、ようやく成績は上がったんだなっていうことです。ここが一番大事なことなんです。で、これがわからないで大人になっちゃうと、要するに、ガチれば余裕とかね。ガチれば、まだ本気を出してないだけとかね。わけのわからんことを言うようになるわけです。本気出してガチってやってもうまくいかないことが世の中にはいっぱいあるんです。ね。いっぱいあるんですよ。その、もう、嫌っちゅうことがあるわけです。で、だからその時に社会人になった時に困難な壁に打ち当たった時です。ね。壁に打ち当たった時。ね。諦めそうになった時に、要するに小学校や中学校や高校とですね、自分がやってきたことがここで初めて生きてくるわけです。あの時、苦しかったことでも、とりあえず努力して、頑張ってきたことがあるんだから、今回もできるだろうっていう思いが働くわけです。だから、成績が上がったら、自分がやってみようとして努力して、大量の失敗を重ねた上に、きちんと成績が上がってきたんだよねっていうことを、まあ、忘れないでほしいなというふうな形になるんです。いいですか？そこがわからないと大人になってから意味がないです。絶対に言うのが、その、楽して要するに、その、どうのこうのしましたっていうふうなのが、体に染みついてしまうと、もう真っ当な道には戻れないと私は思ってます。はい。なので、きちんとやりましょうっていうのをやって、努力しました。失敗しました。ね。で、もう一回元に戻って、もう一回頑張りました、努力しました、失敗しました。で、これをこうぐるぐる回すと、いうことになってくるわけですね。ねえ、世の中そんな簡単にうまくはいきません。そんな簡単にうまくはいきませんが、まず覚えとかなきゃいけないのは成績が上がったら生徒や保護者の力だよっていうのはそういうことなんですね。だから自分が自分で自信をつけていくということが最初の目標なので、自分が自分に対して、自信をつけていく。で、それで要するに、社会に出た時に、困難な壁にぶち当たった時に、なんとか自分の力でできるようになる。これが一番大事なことになります。ということになります。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。